あ、出てきた出てきた。これこれこれ。これ、トンちゃん行く？あ、ほんと？トンちゃん行ってよ。5分だから。これ、スタジオエスケープっつってな。ここは、ケンピが、なんなら、大阪で最も愛している。そんな場所なんだよ。ぜひ、友達と行ってください。はい。あの、スタジオエスケープとは、ケンピが大阪、いや、日本で最も愛している脱出ゲームの場所です。はい。勝手に宣伝します。外装はこうです。あの、一軒家。はい。上に書いてあるのが、体験型シネマって書いてあるんですよ。簡単に言うと、映画の中の主人公になった体験ができるっす。わけわかんない。わけわかんないって思うでしょ。説明してあげようじゃないか。友達がいない場合。ケンピもそうなんだけどさ、なんか時々さ、X とかで一緒に行きませんかって言ってる人がいたり、まあ、あとほら、今回だと仕事関係の人を騙して、ついでに観光がてらここ行きませんかって、その仕事仲間とかね、いい塩梅の人数が集まったタイミングでこう、誘うみたいな。ケンピはその手で行きました。これ4人用かな ?4 人用の脱出ゲームなんだけど、超簡単に言うと、難しくないっす。簡単。なんなら多分ね、全員クリアさせるようにできてる。から、その辺は、マジで心配しなくていい。ただ、体験度合いがすごい。まあ、外装が、まあ、中がこんな感じで、ちょっと植物から始まるんですけど。あ、合コン？合コンめっちゃいいと思う、ここ。絶対盛り上がる。ここ行って盛り上がんなかったら、マジ脈なし。諦めた方がいい。手ぐらいには盛り上がります。私が聞いた話によると、ギクシャクした、ちょっと喧嘩中だった、なんか仕事仲間みたいな人と言ったけど、ちょタイミング悪くてね、出てきたらめっちゃ笑顔になったみたいな、そんなのも聞いたぐらいには本当に楽しい場所です。はい。あ、そう、一回行ったらもう行けない感じ。その通り。中がね、そう、こんな感じになってるんですよ。こんな感じですね。あの、街があるんですよ。街ですね。だ、中で、中になんか屋根あってさ、様子おかしくね。様子おかしいんすよ。これ街ですね、中が、完全に。はい。あの、例えばこう自転車あったり、食堂あったり、なんか、街なの。すごくない？ケンピちなみにこれ、あれ入ってるの。下駄みたい。なんかもうね、なんていうの？砂利が引いてあるから。ちゃんと履き替えて、あるよ。それ現地にあるんだけど、履き替えてこうやって歩いていく。うん、すごいでしょ。あ、で、ちなみにこの飲み物は有料オプションですね。あの、雰囲気に合った瓶の飲み物が飲めるということで、あの、はい。いや、30年代、何年代なんだろうね、これ。1920年代だっけかな、確か。で、どっかに書いてあった気がするけど。まあ、ちょっと調べてみてください。まあ、こんな感じの世界観で謎解きをします。わけがわかんないと思うけど、街で、建物入ったら街があって、街の中で、なんか天の声みたいなのが降ってきてな。何々しろみたいな。それに従って、ちょっとした暗号解読みたいなのをして、そうすると話が進んでいくみたいな。え、大阪にしかないっす。マジそう。早く東京とかに出してほしい。でもまあ大阪にしかないの。ケンピアだから、なんならこれ目当ての、と言っても過言ではない。いつも大阪に行くの。この新作が出ると絶対に行くようにして。まあこんな感じの本当に、空間があります。で、ここで、まあいろんな、まあ住人の言うこととか、お願いとか聞いたり、なんかこの街にある伝説みたいのを聞いたりして、点と点が全部繋がっていくみたいな経験ができます。はい。すごいです。あ、で、キャストは、基本いないっす。キャストはいない。もう全部あの、なんていう、機械で人々の動きを管理してるから、あの、キャストに会うことはない。これは確か4人とかで貸し切りができるんで、まあ、正直仲良くなりたいやつらでいける。し、絶対その4人は仲良くなれます。ぜひ。あと、なんかこんな、これあの仕事仲間ですね。はい。あの、私のこの謎解きに付き合ってくれた、騙されてきた仲間だし。はい。で、まあ、こんな、なんていうの、セットだけじゃなくて、街の中にある家の中に入ることもできます。はい。いや、騙された。楽しんでたからいいんで。ぜひ、あの、すごいでしょ、これだけ見ても。
マジで和室とかもあって、この中荒らしたりするんだよ、謎解きするために。まあ、よければ、興味持ったらね。まあ、こんな感じもできるんでね、非常におもろいんですね。で、最後に、こう、飲み物も飲めると。で、エモい写真も撮れるという人で。まあ、お気づきでしょうがね、ケンピだけオレンジジュースですね。いやー、なんか、ね、ビールと、なんだこれ。なんか、スパークリングなんちゃら、みたいな、ちょっと。ケンピだけちょっとオレンジジュースっていうすいませんね、ちょっと飲めないんで、まあ、でもこんな感じで瓶も渡され、まあ、エモい写真が撮れるという、まあ、最高最高でございます。はい、そんな感じです。パークリングワインだっけ、ちょっと忘れちゃったわ。でもなんかみんな非常に酒を飲んでいたよ。ブルームーン、そうそうそう、瓶の名前、あ、缶ビール、瓶ビールか、瓶ビールの名前ブルームーンだった。美味しいんだケンピ。まださ、ビールの美味しさわかんねえんだよな、子供だから。永遠の17チャイだからさ。はい、ということで、これは最高の場所、エスケープスタジオ、エスケープね、これぜひ行ってください。小道寺、なんでおじや、小道場やろ、言うなら小道おじにすんなよ、おばです。 おばでもないけど、俺も行ってね。え、この間飲んでたから逮捕。え、じゃ、何のことか。夢でも言ったんじゃないですか。夢じゃないですか。ケンピちゃん子供だから。48だけどビール飲めない。あ、じゃ、恐れや。うん。俺ら子供やね、じゃん。まだ。17歳で通用するよ。お酒飲めないなら。行こう。で、これ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。